おや？これは。祭りの告知だ。そういえば、オイラたちまだ稲妻の賑やかで面白い場所に行ったことないぞ。違います。私はただ。お祭りは稲妻でよく行われているので、私たちシャブ業の者はすでにそのような風習に慣れていると言いたかったのです。この時期になると稲妻の民たちは皆お祭りに参加します。それと同時に治安維持も難しくなり、もちろんお祭りは賑やかで楽しいものなのですが、私たちにとっては心配すべきことでもあるのです。仕事ばかりに気が入ってしまい、話がそれてしまいました。すみません。私が行きたかったのはその隣の店舗です。この看板を見に来たんじゃないのか。じゃあ早く店の中に行ってみようぜ。新しいお着物、ちょっと見ていきませんか？あら、神里様に異教のお客さん方、小倉屋へようこそ。布地と着物のあつらえ、どちらをご所望で？こんにちは。こちらに着物の裁断図があるのですが、見ていただけないでしょうか？おお、裁断図なんか持ってきてたのか。どれどれ。おや、これは。見ての通り、こちらはとても素晴らしい裁断図じゃないですか。神里様、この着物をあつらえたいということでよろしいでしょうか？はい、お願いします。神里様がうちに来て着物の注文をするなんて、小倉屋にとってとても光栄なことです。その着物を作るには芸商花で作られた絹が必要なんです。稲妻にある絹の多くはリーユエコーから輸入されたものなんですが、今は神里様も知っての通り、稲妻は今鎖国状態にあります。正直なところ、服飾界隈も大きな影響を受けています。高級な布地が手に入りづらく、着物のあつらえも長いこと保留にしてきました。しかしお客さんがご自身で布地を持参できるのでしたら、着物を作ることはできますよ。自分で布を買わないといけないってことか。小倉屋ですら手に入らない高級布地、一体どこであれば買えるのでしょう。万国商会に行ってみてはどうですか。彼らは大陸各地に店舗を設けているので、私たちより多くのツテを持っていますよ。価格は少し高いかもしれませんが、このような時代ですので欲しいものが買えるだけで十分ですよ。稲妻で服を作るのはこんなに大変なのか。確か万国商会ってクリスのところだよな。そういえばオイラたち、もうずいぶん離島には行ってないな。ということは、どうやら万国商会へ行ってみる必要があるみたいですね。ありがとうございました。
布地を買った後にまた来ます。その前に少しお願いがあるのですが。彩香のやつ、こそこそと何の話をしてるんだ？あ、はい、わかりました。では、よろしくお願いします。いえ、そうかしこまらないでください。正直、我々小倉屋もすでに長いこと絹を使った着物を作っていません。それにとても綺麗な裁断図ですし、私も皆さんと同じで、とても楽しみなんです。ありがとうございます。では、私たちはこれで。旅人さん、パイモンさん、万国商会で私たちの運を試してみましょう。万国商会です。万国商会、クリスを探すんだったよな。いないみたいだから周りを探してみようぜ。今だな。あっち、どちらを選ぶべきかしら。ええ、あの方で間違いないかと。一体どうしましょう。クリスさん、どうかなさいましたか？あなたは神里家の彩香様。こんにちは。それに旅人さんも、お久しぶりです。近頃は離島から離れたみたいですね。以前はどうも。あなたのおかげで私たちの商売もまたうまく回り始めました。あれ、ところで、なんでこんなところでぼーっと突っ立ってたんだ？何かあったのか？それが、お恥ずかしながら万国商会の貨物が牢人に奪われてしまったのです。中にあった貨物とは何だったのですか？高級な絹です。何年か前にリーウェから大量の絹を仕入れ、ずっと倉庫に保管していたのです。近頃稲妻城にある着物店の絹がそろそろ底を尽きるとの情報を耳にしまして、これを売って商売をしようと思ったのですが、
まさかそんな時に。あの浪人たち、貨物を奪うとそそくさと森へ逃げていきました。あなたも知っての通り、私たち外国の商人はあまりよく思われていません。勘定奉行の方々は私たちの話を全く聞かないどころか、もっと不運に見舞われればいいとさえ思っているでしょう。私も個人的に勘定奉行のやり方は認めていませんが、それでもここは稲妻です。クリスさん、発言にはご注意ください。あ、申し訳ございません。つい愚痴をこぼしてしまいました。今のところ良い案も思い浮かばず、我々紹介の人間だけでは貨物を取り戻すことも難しい。はあ、この損害はきっと運命によって定められた避けようのないものだったのでしょう。正式な手続きはできませんが、遺失物の回収を手伝うことはできます。そうですか、やはり。って、えっ、はい。しかし個人名義でこのことに対処するとはいえ、私の一元一行は多かれ少なかれ社奉行と上里家の印象に関わってくるでしょう。そのことだけが少々不安ですので、このことはどうかご内密に。それと、人生において困難に直面した時、必ずしも誰かが手を差し伸べてくれるわけではございません。あなたの万国商会という立場を鑑みて、私から助言がございます。不必要な損失を避けるためにも、今後はより一層注意を払っておくべきでしょう。はい、必ず。しかし、お手伝いいただけるのはありがたいのですが、これではあなた方に面倒をかけるのでは。万が一勘定奉行のお方があなたに対して何かよからぬ考えを持っていたら、それにあなたは民衆の間でも高い評判を持つお方、我々のような一般人のために損害を被る必要はありませんよ。ご冗談を。何を言おうと、私は上里家の長女、勘定奉行の方たちに私の行動を言及する資格はございません。おお、なんて気迫感じる発言。これが両家のお嬢様ってやつか。クリスさん、貨物が奪われた具体的な時間、場所、そしてその者たちの特徴を教えてください。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいか。時間は2時間前、場所は、皆さん、私と一緒に現場まで行き調査をしましょう。よし、出発。我が命を聞きたまえ。
ケイン全評。我が命を聞きたまえ。皆さん、ここが私どもの襲われた場所です。地面に何かあるぞ。これは足跡。非常に深い足跡です。森へ向かったようです。足跡が深いのは重い貨物を持っていたからでしょう。早く追おう。おとなしく捕まれ、コソ泥め。そんな人数で何ができるというんだ。寝言は寝てから言え。何を自信満々に。そんなことはなんて。何か間違ったことを言ってるか。じゃあ聞くが、お前は他国から来た商人だよな。万国商会稲妻の地にみすぼらしく寄生する害虫どもめ。お前らが今まで誰かに助けられ、一度でも守られたことなんてあったか。自分の立場もよく分かってないようだな。この稲妻ではお前たちみたいな無力な商人が駆られるのは当たり前だろ。おのれ。おい、よそ者、一つ交渉と行こうじゃないか。交渉？モラを払ってこれらの布地を買うってのはどうだ。血まみれでここを去るよりはマシだろ。いい加減にしろ。私は諦めるしかないのか。お待ちください、クリスさん。モラを渡す必要はございません。しかし私たちの約束を覚えていますか。あなたはこの剣を他言しない。私はあなたのためにこの剣を解決すると。はい、そうでした。ではあなたは安全な場所へ避難し、自分の身を守ってください。ここからは私が約束を果たす番です。無礼者。
琉球如立寮、おとなしく捕まれ。本年雪よ前、やはり雨のせば、命を捨てに来た。剣を入れよ。姿を見、はあ、妖魔め、託され。桜吹雪、これで解決だな。いえ、とんでもございません。やるべきことをやったまでです。神里様、旅人さん、お怪我はありませんか？大丈夫です、心配なさらず。あの浪人たちは逃げていきました。貨物に構う余裕もなかったようです。盗まれたものは全てここにありますよ。ありがとうございます、ありがとうございます。中身が無事かご確認を。ろうやと、はい、間違いありません、すべて無事です。よかった、早く絹を買おうぜ。絹を、まさか皆さんこちらの品が必要だったのですか？はい、おっしゃる通り、間違いございません。誤解するなよ、そのために手伝ったわけじゃないからな。たとえお前が落としたのが人参でもキャベツでも、オイラたちは手助けしたぞ。逆にオイラたちは運がいいって思ってるくらいだ。もう少し遅れてたら昨日は買えなかったかもしれないからな。皆さん、本当に何とお礼を申せばいいのか。皆さん、絹が必要なんですよね。今すぐ一巻き用意します。ありがとうございます。いくらでしょうか？あなたは私の恩人です、モラは取りません。差し上げます。いえ、定められた額をしっかりとお支払いします。商売に苦労はつきものです。パイモンさんが言ったように、私があなたを助けたのは利用するためではございません。この絹は通常の価格で私に販売してください。気を使うことはございません。本日この森では何も起きませんでした、そうでしょ？皆さん、感謝の言葉もありません。本当にありがとうございます。このご恩は決して忘れません。私はこれから荷物を紹介へ運ばなくてはなりません。お先に失礼します。今後何か必要があれば、この万国商会のクリスに何なりとお申し付けください。はい、絹をお売りいただきありがとうございました、クリスさん。じゃあな、もう奪われないように気をつけろよ。旅人さん、お手伝いありがとうございました。でもあの浪人たち、お前を知らなかったみたいだな。あいつら神里家のお嬢様に会えるような身分じゃなかったってことか？そうかもしれません。私にとっては良いことです。本日の出来事を多くの人に知られるわけにはいきませんので。お前みたいな大物がクリスを助けるなんて人が良すぎるぞ。そんなに褒めないでください。私はただ誰にでもできることをしたまでです。私の立場上、
彼の手助けをするのは確かにあまり適切ではないのかもしれません。しかし今回のことは身分や階級などとは関係なく、なぜなら私は心の奥底では民が困難に遭う世の中を正しいとは思っていませんので。あ、申し訳ございません。このような無駄話を。小倉屋へ戻りましょう。苦労して手に入れた絹を店主に渡さなければ。ああ、そうだな。皆さんお帰りなさい。どうでしたか？万国商会に在庫はありました？はい、手に入れました。これを。よかったです。絹以外の材料は店にあったはずだから。材料の確認をしてきます。すぐ終わりますので、皆さんはここで少々お待ちを。絶対あるよな。もうこれ以上足りないものがなければいいのですが。そういえば旅人さん、実はかねてよりあなたにも新しいお着物を用意したいと思っていたのです。しかし、あなたが稲妻の服装になれることができるかどうか。え、そうですか？そうでしたか。やはり優秀な旅人さんは自分なりの規則と服へのこだわりをお持ちなのですね。外にいる以上仕方がないこともあるんだ。でもオイラは稲妻の着物を試してみたいぞ。なんだよ、作ろうと思えば作れるだろう。
あなた方の掛け合いは本当におかわいいですね。私はただパイモンさんが欲しいというのなら他の方に頼んで服を作れると言いたかっただけです。そうですか、わかりました。旅人さんの言う通りにしましょう。そういえば他の国の方は普段どのような服を着ているのでしょう。そうそう、それぞれの国で違った特徴があるんだ。優雅、高貴、カジュアル、みんな違うけど自分たちの特徴にぴったりだな。着付けは非常に高度な学問なのですね。私もまだまだ勉強が必要です。自身の気質を引き立たせ体との一体感をもたらす、とても素晴らしいことです。ですのでおめかしは嫌いではございません。わかるぞ、確かにそうだよな。パイモンさんはとても可愛いのでどんな服装もお似合いだと思いますよ。褒められたぞ。お待たせしました、確認が終わりました。お疲れ様です。何か足りないものはございましたか。いえ、材料はすべて揃いました。大きさは裁断図の通りになさいますか。はい、わかりました、すぐに手配します。価格はこれで。はい、ではこちらを。もし可能でしたらなるべくお早めにお願いできますでしょうか。近頃はちょうど他に急ぎの注文がなかったので今すぐ制作に取り掛かれます。ただ衣服の制作には時間がかかりますのでしばらく経ってからここへ受け取りに来てください。それまでどこかでご休憩なされてはどうでしょう。オイラもちょうどそう思ってたところだ。他のところに行ってみようぜ。はい、それでしたら良い考えがございます。この後は旅人さんとパイモンさんを連れてお食事に行きたいのですがいかがでしょう。おー、ご飯だー。場所はきちんと厳選してあります。君の御料亭です。高級すぎてかしこまってしまう料亭より親しみやすい君の御料亭の方が本日の旅程に合うと考えました。では早速向かいましょう。おお、今からもう待ちきれないぜ。サンゴ所長にお申し付けください。私はただの
この店か？通りに面した開放的な店だな。確かに親しみやすそうだぜ。いらっしゃいませ。君並さん、こんにちは。あ、神里様、時間ぴったりですね。予約してた時間通りです。はい、注文内容は以前予約した通りに、それと事前に言っておいたこともお願いします。はい、わかりました。もうすべて準備してあります。旅人とそこの小さいお客さんはこちらへどうぞ。私は料理の準備をしてくるから。旅人さん、パイモンさん、どうぞおかけください。私は少々席を外します。すぐに戻りますので。いえ、そういうことではございません。いくつか些細なことを処理し終えたらすぐに戻ります。急いでたみたいだけど。お二人は神里様のお友達なんだよね。私のお店の料理は庶民的なものばっかりで、高級とは言い難いけど味には自信があるよ。気に入ってくれると嬉しいな。お店ももう長いことやってるから、神里家の方とも交流が深いの。神里家の兄弟は二人とも私の店の味が好きで、昔はよく人に頼んでうちの料理をお持ち帰りしてたんだ。でもまさか神里様が自分で店に来るなんてね。それにお友達も連れて。あの方がお友達をご飯に誘うところなんて初めて見たよ。初めてなのか。オイラたち誇っていいよな。そうなの。こう言ったらあれだから、あなたたちだけに言うけど、私の知る限り神里様ってお友達があまりいないみたい。どうしてだ？人もいいし礼儀正しいし、みんなから好かれてるはずだろ。私もそう思ってたんだけど、対人関係ってそうもいかないみたい。神里様は容姿端麗で高貴な身分、それに優雅な振る舞いからまるで高嶺の花だって近所の人たちはみんなそう言ってるの。完璧すぎるのは逆に距離感を生むのかもね。普通の家の子はあの方に話しかける勇気すらないもの。あんなにいい子なのに友達ができないなんて。そうだったのか。交流は少なくとも、私はもう長いこと神里様のことを知ってるからね。あの方が若くしていろいろな責任を背負ってることは本当に尊敬するよ。だから今日は神里様がお友達を連れてきたのを見て、私もすっごく嬉しいんだ。たくさん食べてね。よかったらあの方ともっとお話をしてあげて。私たちここ一帯に住む人たちからのお願いだと思ってさ、頼んだよ。はっ？あ、彩香の声？すみません、旅人さん。その…私と一緒にこちらへ来てくれませんか？頼みたいことがございます。すみません、急に呼び出してしまって。実は私が先ほど作った料理が失敗してしまい。あの音は鍋が吹っ飛んだ音だったのか。見ての通り、この家は料亭の隣にある店主の私邸です。この庭も私有地で、ある特別な料理を作るため
道具と食材の用意を店主に手伝ってもらったのですが。そうだぞ、料理が食べたいなら店で注文すればいいじゃないか。私が作りたかったのは椿さんへの手土産でございます。お母様の手記には椿さんは異国料理がお好きだと書かれていました。今回椿さんに会うため異国料理を作ってお渡しした方がいいと思い。異国料理、稲妻料理じゃなければいいんだよな。それだったら選べるものがたくさんあるんじゃないか。おい、変なこと言うなよ。料理を作っていただけませんでしょうか。どうかお力添えを。もちろんお礼はきちんといたします。どのような異国料理なら贈り物に最適でしょうか。おいら知ってるぞ。この類の料理ならあれしかないよな。ピザだ。ピザ？おお、具材とソース、そしてチーズを生地の表面にのせて焼いた食べ物だぞ。すっごくおいしいんだ。それはとてもおいしそうですね。ピザは焼けましたか？旅人さん、やはり料理がお上手なのですね。私も様々な料理を作れる腕の優れた料理人になりたいです。レシピがあればできるぞ。機会があれば今度もっとレシピを持ってきてやるぜ。はい、一緒に料理の心得を共有できることを楽しみにしていますね。二人ともうまくできた？これは神里様、欲しかった料理ってこれのことですか？はい、旅人さんに手伝ってもらって作った異国料理でございます。お持ち帰り用に包んでいただけますか？もちろんです。香ばしい匂い、本当に美味しそうな料理ですね。ああ、私もこの料理をお店に出してみたいな。ふふ、作り方を教えてやろうか？え、いいのですか？食べ物はみんなで食べるともっと美味しくなるんだ。モンドのみんなならこの料理を稲妻の人たちに伝えても気にしないと思うぞ。本当に？やった！前から異国料理を学びたいと思ってたんだ。作り方を書き写してくれればお店で販売して一番目立つ位置に広告を載せるよ。鎖国してからというもの、みんなもう長いこと新しい料理を食べてないの。旅人、本当にありがとう。私は神里様の料理を包んできますね。やることが終わったらみんなもこっちに来て。料理もできてるから。高値で売れるものなのにそれを惜しみなく共有するなんて素敵です。私は本気でそう思っているのです。とても尊敬しています。あなたのような高潔な方と友人になれたこと誇りに思います。それでこのレシピは書き写せばいいのでしょうか？ああ、オイラたちの好きな具材でピザを作りながらその内容をレシピに書いて店主に渡そう。じゃあピザを作るぞ。
組み合わせを選ぼう。そう、それだ。じゃあ2つ目の組み合わせを選ぶぞ。そうそう、それだ。あとは調理方法も書かないとな。トレイに乗せて適度な火加減で焼き上げる。できた。この自信作、きっとオイラたちの異名とともに稲妻に受け継がれていくぞ。はい、こんなに美味しそうな料理ですから、きっと間違いないでしょう。じゃあ早くこのレシピを天使に渡そう。かけましたか？かけました。ありがとうございます。うわー、楽しみだな。早く新しい料理が作りたい。旅人さん、パイモンさん、お食事の時間を邪魔してしまい申し訳ございませんでした。働いた後の方が食事も美味しいから大丈夫だぞ。熱いうちに食べましょう。どうでしょうか、稲妻の料理はお口に合いますか？おいしい。これもおいしいし、あっちにあるのもすっごくおいしい。安心しました。ところで、先ほど私があちらで料理を作ろうとしていた時、店主さんと何か話をされていませんでした？その私のことについて話していたのでしょうか？ちょっとだけ話したな。でもお前のことで嬉しかったから話しただけで、別に変なことは言ってなかったぞ。私のことで嬉しかった？やはり言ったのですね。彼女はあれも言ったのでしょうか？もういいです。私に友達が少ないのは自分でも分かっていますので。別におかしなことじゃないぞ。他の人がお前と話す機会がなかなかないだけだ。慰めてくれてありがとうございます、パイモンさん。それはすべて事実です。私はあまり友達と呼べる方がおりません。普段から近くにいるのは家族や配下の者のみですので、皆さん私があなた方を誘ったことに驚いているのでしょう。そうだぞ、お前に友達はいる。ありがとうございます。私とても嬉しく思います。あ、すみません、お恥ずかしい姿を見せてしまいました。何か抱えてるなら我慢しないで発散しろよな。はい、それと私もあなた方を大切なお友達だと思っております。とていいんだぞ、オイラたちよくしてくれた人にはこっちもよくするって決めてるんだ。お前もお母さんの手記からその椿っていう人に会いたいって思っただろ。友情っていうのはいろんな人に影響をもたらすことができる。だからすっごく重要なものなんだ。はい、友情は私にとってとても貴重なものです。あなた方との縁大切にします。でも
そういえばその椿って人一体何者なんだろうな。そのことについて簡単にではございますが、ある憶測があります。私が思うに椿さんは狐紳士かもしれません。狐紳士？はい、私はそう思っております。私ですらお母様からそのような友人のことは聞かされていませんでした。その神秘的な存在、きっと普段では見ることがかなわない奇人なのでしょう。稲妻には古くから狐紳士に関する逸話がございます。もうすでに八重宮司にはお会いしていますよね。彼女も狐紳士ですよ。この方面から推測するに、稲妻の地にはまだ知らない狐紳士が他にも存在する可能性がございます。そしてその椿さんこそその中の一人なのかもしれません。それって稲妻にも仙人がいるってことか？稲妻にもとは一体？稲妻に来る前はリーユエに行ってたんだ。リーユエには仙人がたくさんいたぞ。空を飛んだり、地下をかけたり、水中を泳いだり、土に埋まったり、いろんな奴がいたな。私も本でそのような話を読んだことがございますが、実際に聞いてみるとやはり驚きを隠せません。さすがリーユエ、古くからの文化が美しき伝説を生み出しているのですね。憧憬の念を抱かざるを得ません。機会があったら一緒にリーユエに行ってみようぜ。あそこにはうまいもんがいっぱいあるんだ。すごいんだぞ。本当ですか？楽しみです。しかしその前に、旅人さん、パイモンさん、今回の食事は満足できましたか？もちろん。それでは着物を受け取って稲妻の神秘的な奇人に会いに行きましょう。神里様、こちらが完成したお着物です。もうすでに畳んで贈り物用の箱にしまっておきました。それと神里様が特別に用意したあれも準備できてますよ。ありがとうございます。本当に可愛い服だったので作っててとても楽しかったです。こちらこそありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。旅人さん、私から一つあなたへ贈りたいものがございます。おお、高級品みたいだぞ。髪飾りかな。白鷺を題材にして作ったかんざしです。髪飾りにもできますし、置物としても使えますよ。あ
なたをただ働きさせるわけにはいきません。これをどうぞ受け取ってください。はい。そういえば綾香の称号って白鷺の姫君だよな。このプレゼント、お前と同じですっごく綺麗だな。パイモンさんは人を褒めるのがお上手ですね。それを見て私を思い出してくれるのでしたら、それだけで十分満足です。きっと見るたび思い出すさ。よし、じゃあ準備もできたし出発だ。椿って人のところに行ってみようぜ。決まった運命。正確に示すものです。行き過ぎた装飾はかえって人々の誤解を招くことになって。場所か。なんだか肌寒い感じがするぞ。本当にここに人が住んでるのか。私も少し意外に思っています。おかしいですね。手記によるとここで間違いないようですが、まさか。少々不安になってまいりました。しかしここまで来たのですから、やはり入って確かめた方がいいですよね。おお、そうだな。もしかしたらお宝があるかもしれないぞ。そうだ、手記には何て書いてあるんだ。そうですね、鶴は髪を飾るための花を運び、白ウサギは四つの月光を袴に縫い上げた。きちんと着飾り、私は東へ向かって椿の名を七回呼んだ。すると瞬く間に彼女の家に通ずる道に私は立っていた。
のお話だな。お前のお母さんはそうやって椿の家に行ってたのか。なんだかある種の謎かけのような気がします。もう少し近づいてから判断しましょう。山壁に茂みがあるけど、何か手がかりはないか？私は精神と共にあれ。動くべきだ。私は精神と共にあれ。形は精神と共にあれ。もういないな。あるのは箱だけだ。早く開けてみよう。どうだ、仙人が残した財宝とかあったか。これは、本みたいだな。どうやらこれも手記のようです。もしかすると椿さんの手記でしょうか。皆さん一度外に出ましょう。ここの雰囲気は思っていたものとは少し違っていました。なぜかは分かりませんが、この手記をここで開けたくはありません。そうだな、暗い場所で文字を読むと目にも悪いからな。外に行こうぜ。
大丈夫でしょう。早く中に何が書いてあるのか見てみようぜ。貴重なお宝だったりして、楽しみだ。どうした？いきなりそんな小声で話しかけるなんて、オイラを緊張させるなよ。が手記を見るのを邪魔したくなかったんだな。あの手記、本当に何かあるみたいだ。でも彩香の表情を見るに、お宝じゃなさそう。一体何なんだろう。旅人さん、パイモンさん、大変お待たせしました。全然待ってないぞ。読むのが早すぎる。はい、すべて読み終えました。この手記に書かれた真実はあなた方にも共有すべきものだと思い、内容は思っていたものとは全く違っていましたが。違う？キツネ紳士の手記じゃなかったのか？キツネ紳士ではございませんでした。椿さんの正体は私のお母様でございます。え？驚きますよね。私もです。しかしこの手記の最初にはこう書かれていました。椿は普段の私と同じでありながら異なる存在。私が椿である時だけ神里佳代ではなく、ただの平凡な女の子になれる。以下のすべては椿としての私の生活を記録しただけのもの。手記の中に書かれていたのはお母様が日常で経験した出来事や考えでした。私たちが椿だと思っていた女性もお母様の考えでしかなかったのです。それって服の裁断図も異国料理も。はい。すべて私のお母様が試したかったことのようです。あなた方にとっては不思議に思うかもしれません。しかし私からすれば、お母様のこのような振る舞いはよく理解できます。それどころか、実は、私もそのような一面を持っているのです。手記を読んだとき、自分の考えが全て人に見透かされているのではないかと思うほど、そこには、私と同じ気持ちが書いてあり、あっけに取られてしまいました。彩子、お母様がお父様に嫁いでからずっと上里家の守護として全ての事務を担当してきました。高貴な身分であるシャブ業では管理すべき点が多々あったのでしょう。それだけでなく、お母様の一元一行は神里家を代表していました。人々から常に注目を浴びせられていたと思います。そのような状況の中、自分のやりたいことをする時間もなかったはず。両親が亡くなった後、
お兄様と私は上里家のすべてを引き継ぎました。その中で遭遇した数々の困難は他の方には想像できないかもしれません。私が面倒ごとにあった時、いつもこう思うのです。お母様も以前このようなことを経験したのでしょうか。お母様ならこのことをどう対処したのだろうかと。お母様と離れ長い時間が経ったからかもしれません。私の記憶に残っているお母様は威厳ある高貴な一面だけです。しかしこれはいけないことなのです。この手記を読んだ時気づきました。お母様も私と同じようにどれほど大きな責任を背負っていても結局はただの人であると。綺麗なお着物を好み、各地の美食を食べ、見たこともない美しい風景を見る、それらに憧れていたのです。もしかするとあなた方はそのようなことを稚拙に思うかもしれません。しかし私は確かにそのような考えを持っています。お母様が書いていました。稲妻の民たちの間で行われるお祭りにずっと参加したかったと。天気のいい夜に家から遠くを眺めるとたまにお祭りの明かりが見えると。私も見たことがあります。夜空を照らす明かりがとても綺麗なんです。とても賑やかで、そこの治安を心配するほど。しかし私たちの立場では闇雲にお祭りに参加することはできません。特に両親がいた時代はシャブ業と人々の関係はそれほど親しいものではありませんでした。私たちを止める人がいなくとも、突然シャブ業の人間が群衆の中に現れれば皆さんに注目されることでしょう。一体これから何が始まるのかと思うはずです。お母様は人々がそうしてかしこまるのを嫌っていました。皆さんにお祭りの楽しさと自由を味わってもらえることを望んでいたのです。人々の邪魔をしたくない上にあまり良かもない方でした。そのため一度もお祭りに行ったことがなかったようです。そうだったのか。じゃああの祭壇図に書いてあった服って祭りに行くときに着る服だったってことか。はい、お祭りでは異国からの料理も売られることがあったので、それも味わってみたかったのでしょう。こういうことを言うのは少々ふさわしくないかもしれませんが、お母様も意外と乙女な一面を持っていたのですね。ふさわしくないなんてことないぞ。お前のお母さんは可愛くて責任感のある人だとオイラは思う。知らず知らずのうちに私がお母様の代わりに願いを叶えていたのですね。しかどうやらお母様のためにそれを行う機会もないようです。はい、わかっています。ありがとうございます。この一件で私もいくつかのことに気づけました。お母様と私、いろいろと通ずる点があるようです。お母様が直面したことは私も同じく向き合うべきこと。お母様は実現できない願いを椿に託した。私、え、まさかお前も。いえ、私はこの方法を使うつもりはございません。ただ新しい目標ができました。
悔いのない毎日を送りたいと思います。その旅人さん、私落ち着いて気をしっかりと。私たちのお祭りに興味はございますか？告知を見た時からずっと行きたかったんだ。あやかも興味あるんだろ？はい。笑わないでくださいね。私も昔同じような悩みを抱えていたんです。しかし今はもう吹っ切れました。私は自分の願いを叶えるために心に忠実に生きようと思います。あなたでしたらきっと私のわがままを責めることはないですよね。その私と一緒にお祭りに行ってくれませんか？行く行く。祭りってうまいもんがたくさんあるだろ。それと楽しい遊びもな。よかった。お二方感謝します。今から行けばまだ間に合うかもしれません。そうだな、今日は最終日だったよな。じゃあ早速行ってみようぜ。祭りの最終日、観光客もそろそろ帰っている頃合いなのでしょう。最終日は人も少なくなると聞きましたので、事前に撤収作業を始める屋台もあるそうです。私聞いてきます。どうしても一度は参加したいので。おう、その意気だ。オイラたちも付き合うぞ。人が少なくなってきただけで、お祭りはまだ終わっていません。早く向かいましょう。おい、見ろ！あそこの屋台、お面がたくさんあるぞ！祭りに参加するには、お面をかぶるって聞いたことあるけど、今もそういった風習はあるのか？以前はそのような風習がありましたが、今では
お祭りを賑やかにするための流行り物となっています。絶対に被らないといけないわけではございません。よう、神里家のお嬢様じゃないですか。こんにちは。みんな綾香のこと知ってるんだな。さすが稲妻の有名人。もちろんさ、シャブ業の神里家は稲妻でもすごく有名な一族だからな。特に神里家のご兄弟は家を継いだ後しょっちゅう外に顔を出してた。神里のお嬢様を見たことがない若いもんも多いが、俺みたいに年を食ったおっさんは結構目にしたことがあるんだぜ。そんな、私とお兄様はただ義務を果たしていただけです。神里家の人間が祭りに来てるところなんて初めて見ましたよ。公務中ですかい？いいえ、こちらの旅人さんを案内してあげているのです。おお、旅人。そう言われると確かに知らない顔だな。若いの、初めて稲妻に来たのか？楽しんでいけよ。ああ、そうだ、おい野郎ども、神里のお嬢様が祭りに来てるんだ。撤収作業を早まるなよ。お待ちを。そのあまり大げさには、私たちはただ感謝するぜ。旦那、声をかけてくれなかったらみんな撤収してたかもな。だってもうじき店じまいの時間だろ。確かにそうだが、俺たちも神里のお嬢様が祭りに来るのを初めて見たんだ。それだけでも屋台を続ける甲斐があるってもんよ。そうだ、この二つのお面をお前さんらにやろう。いえ、もうこんなにもお世話になったのです。これ以上は。いいんですよ、持って行ってください。俺たちみたいな一般人も普段からシャブ業の世話にはなってるんです。どうかお返しさせてください。それを受け取ってくれなかったらおじさん面目丸つぶれですぜ。しかし、わかりました。遠慮すんな、楽しければいいんだ。おじさん、おじさん、オイラの分は？お前さんか。この小ささのお面は悪いけどないな。オイラ一人だけお面なしで祭りに参加しなきゃいけないのか。パイモンさん、大丈夫です。お面は必須ではございませんよ。でもなんか仲間外れにされた感じがするぞ。なら葉っぱをかぶるのはどうだ。お前さんの顔なら十分だろう。いやだ。じゃあ仕方ないな。安心しろ、おじさんがすぐに小さいお面を作ってやるから。本当にありがとうございます。いいんですよ、神里のお嬢様。明かりがついてるうちに夜の祭りを楽しんでください。はい。では旅人さん、行きましょうか。少々お待ちください。一つ説明しなければなりません。先ほどは緊張していて、その言い訳をしてしまいました。ここへ、私はその心からあなたと一緒に来たかったのです。
旅人さん、見てください。おみくじの屋台がございます。あ、綾香様、珍しいですね。今日はお友達と。どうぞ寄っていってください。おみくじをやっていきませんか。はい。一回おいくらでしょうか。綾香様は知らないかもしれませんが、僕の叔父は以前シャブ業の世話になったことがあるんですよ。あの頃はあなたの父親がご存命で対応してもらったんです。ですのでお金なんて取りません。え、本当にいいのでしょうか。もちろん。よろしければ僕の屋台で楽しんでいってください。それにそちらのお二方も。旅人さん、パイモンさん、どうしましょう。あやかはみんなに好かれてるな。それじゃ遠慮なく。旅人さんが言うのなら私も遠慮なく。店主、おみくじをお願いします。はい、こちらになります。おみくじを引いてください。中を開けて運勢を確かめてみてください。あ、どうだった？オイラは中吉だ。なかなか悪くないな。私も中吉でした。旅人さんは？それはとても幸運でございます。おめでとうございます。大吉、地。地には財宝、天禄六字、すべてがうまくいくことを意味します。この先もきっと幸運が持ち続けることでしょう。いい兆しだな。おめでとうございます。皆さん運がいいですね。これほどの幸運ならこれから何をしようともきっとうまくいくでしょう。そうだな。これからもこの運が続いていくといいな。こちらは食べ物の屋台ですね。稲妻を代表する美食がたくさんあります。どれも美味しそうだぞ。全部食べていいか？もちろんです。でも残しちゃうともったいないよな。一つ一つ順番に試していこうぜ。あやか、あそこの団子が欲しい。はい。あれも美味しそうだな。それとあそこの卵焼きも。では私はこのひよう餅にします。はいよ、すぐ用意します。うん、ひよう餅美味しい。そうだろう、うちの屋台の人気名物なんだ。店主、オイラにも一つくれ。ぶしつけなことを聞きますが、これは何でできているのでしょうか。作りたいんですか？いいですよ、ちょっと待っててください。作り方を書きますんで。新しいレシピだ。え、教えていただけるのですか。商売をする上でそういったものは秘密なのでは。皆さん、君並料亭の店主に異国の料理を教えましたよね。俺と彼女は古い友人なんです。普段から料理の腕を競い合ってまして。だから俺からもお礼をさせてください。どうぞ遠慮せずに。ありがとうございます。帰ったら必ずこの美味しいお菓子の作り方を勉強します。
そちらのお客さんも一つ持ってけよ。おいしいぞ。ご自身の手でおいしいものを作る感覚、ぜひ試してみてください。はい、このお菓子の作り方を学んだ後、旅人さんとパイモンさんに試食してもらってもいいでしょうか。いいぜいいぜ、約束だ。はい、頑張ります。終わりが近いのにこんなに面白いなんて、オイラお祭り大好きだ。はい、今日ここであなた方と一緒にお祭りに参加できて本当に良かったです。ここは絵馬を売っている屋台ですね。稲妻の人々は絵馬という五角形の木板に自身の願いを書き、それが叶うことを祈るのです。リーユへの回答と似たようなもんか。これも願いを叶えるためのものなんだな。そこの人たち、エマはどうだ。祭りの最後に君たちの願いが叶うよう祈ってみないか。面白そうだ、試してみようぜ。でも字を書いたり絵を書いたりするのか。おいらは遠慮しとくよ。お腹いっぱいで頭がぼーっとしてるから、今は頭が働きそうにないし。店主、エマを2つお願いします。はい、エマ2つです、どうぞ。旅人さんはどのような願いを書くか決めましたか。私も決めました。お二人さん、願い事を文字や絵にしてエマに書いてください。完成したらそこのエマ掛け。人前に展示するのか。よし、だったらオイラもやるぞ。おい、これでよし。あなたのエマを見てもいいでしょうか。これはあなたとお兄さんですか。素敵ですね。きっと見つかるさ、自信を持て。はい、パイモンさんの言う通り、その願いはきっと叶うでしょう。私もあなたのために祈っています。彩子が書いたのって天使閣か。はい、私の願いは稲妻の皆さんが平和に幸せに生きること、そして家族や友人が健康でいることです。この願いが叶うことを祈って。はい、ありがとうございます。あ、もうこんな時間ですね。え、もう行っちゃうのか。はい、お祭りもそろそろ終わりですので、楽しければ楽しいほど時が過ぎるのは早いものです。流れる水と舞い散る桜のように。戻りましょう。旅人さん、私お祭りに来てこのように遊べる日が来るとは思いもしませんでした。これまでの付き合いから私の性格はもうご存知ですよね。私のような性格ではあなたがいなければこの日をこれほど楽しくは過ごせなかったでしょう。ありがとうございました。今日は私にとってとても大事な日になりました。永遠お祭りっていいですね。規則もなく
人一人心の底から笑顔を浮かべられ、自由で楽しい。機会があればまた行ってみたいものです。本当ですか？それは良かったです。そういえば私って旅人さんと少し似ていますね。私たちどちらも兄を持つ妹です。あなたのお兄さんを早く見つけたいという気持ち、よくわかります。はい、わかります。家族との縁にし、誰にも断ち切ることのできない絆です。またあなたならきっとお兄さんを探し出せるでしょう。決して諦めないでください。その友人として私があなたを見守り支えます。はい、そう言っていただけて安心しました。旅人さん、もう一つ行いたいことが、お時間を少々いただけませんでしょうか。どうか見ていてください。でしたか？私の舞、うまくできていたでしょうか？すっごく綺麗だったぞ。綺麗で優雅で、おいらよくわからないけど、きっとこれが芸術ってやつなんだな。ありがとうございます。私こういう舞には慣れていなかったのですが、恥をさらさずに済んでよかったです。ただの気まぐれでこんなわがままをそういえば今日は本当にわがままばかりの一日ですね。私もそう思っています。あなたと一緒にいると時間が過ぎるのがとても早く、それでいてとても緩慢です。では本日はここまでにしましょう。後の道は自分一人で大丈夫です。おやすみなさい、旅人さん。
Huh?